亡くなった姉妹が双子になって戻ってくるなんてことあるんだな。私たちも記憶がないだけで何回も生まれ変わってたりするのかな。私はこういう不思議な話好きだな。俺も信じてみたくなるよな。俺はヒロシ、ヒロヒロ探偵団のリスナーだ。夕方から夜にかけて動画が投稿されるのを待ち、視聴後に妻のサラと一緒に動画について話すのが毎日の楽しみだったりする。もともと俺はオカルトとかスピリチュアルといった類は信じていなかった。その考えはヒロヒロ探偵団によって徐々に変化しつつあるけど、何を信じるかは個人の自由。その意思はきっとこれからも変わらないだろう。目を覚ませ、目を覚ましたまえ。だけど俺は再び霊能力というものはないのだと気づかされた。その理由はそれからしばらくして親が亡くなった時にインチキ霊媒師が突然現れたからなんだ。ヒロヒロ探偵団。ヒロヒロ探偵団ってなんで主人公の名前ヒロシかヒロミなんだろうな。ヒロシとヒロミで構成された探偵団だからじゃない？深いな。どこが？いつものように動画を見終わった俺たちはスマホをミニテーブルに置き食卓に着く。ん？これは？実は通販でニャンニャンのスタカレー買ってみたんだよね。おお、俺もこれでヒロヒロ探偵団のガチヒロシになれるってわけか。ありがとうサラ。喜んでくれるかなと思って買ったんだけど、よかった喜んでくれて。じゃあ早速いただきます。俺たちはスタカレーをスプーンに取り口に入れようとする。その時だった。あら珍しいわね、こんな時間に家出に電話なんて。営業の電話なんじゃないのか。固定電話なんてもういらないよな。サラは面倒くさそうに席を立ち電話を取った。はい笹本ですけど。俺はなんとなく嫌な予感がして電話で話すサラを見つめていた。そしてヒロシ、お母さん亡くなったって。お母さんまだ若かったのにね。孫の顔も見れずに亡くなったなんて悲しいわね。俺の母さんは突然死だった。急性心筋梗塞で本当にあっけなかったという。葬儀の参加者はほとんど親戚で、他には母さんの友人や知人も何人か来ていた。ヒロシ大丈夫？ああ、火葬場に移動し牧師が聖書の朗読をした後、路線で最後のお別れをする俺。母さんの遺体を前にすると何も言葉が出てこない。だから俺は結婚式の時に一緒に撮った写真、それから母さんがずっと大事にしていた俺の幼少期の頃の写真をお棺に入れた。母さんろくに孝行できなかったな。やっと出てきた言葉がこれだ。我ながら情けない。俺は母さんの顔を撫でる。綺麗に化粧されて整えられた頬を何度も。それはとても静かな時間だった。だけどその静寂を破ったのは葬儀に来ていた喪服姿の知らない男だった。あのすみません。俺を含む全員が声のする方を見る。彼は一斉に視線を浴びることになっても落ち気づく様子はなかった。そして彼はそのままとんでもないことを口にしたのだ。私は金子と申します。イエスは死んだ友人のラザロを蘇らせました。私に任せてください。は？母さんは生前キリスト教を信仰していた。かといって家族に信仰を強制することはなく一人で信仰していたんだ。だから葬儀も母さんを尊重するためキリスト教式を選んだ。そして葬儀に来ていた金子と名乗る男もまたキリスト教徒のようだ。教会で知り合ったのだろうか。おそらくそんな感じなのだろう。京子さんの顔見せてください。何をするつもりなんだ。大丈夫です。京子さんはまだ死ぬべき人ではない。そうイエスが告げています。私は霊能力者なのです。は？あたりが一斉にざわつく。霊能力者と言われてざわつかないわけがない。どうやら彼は霊能力者で死者を蘇生する力を持っているという。なんか信じられない話だけど、蘇生できるって言うならやってみたら。自分が思ったよりもはるかに情けない声が出た。しかし金子という男はそれを同意と受け取ったようで、お棺に近づく。そして目を覚ましたまえ京子。おい何やってるんだ。金子は突然お棺に入った母に覆いかぶさり大声を上げ始めたのだ。俺はとっさに金子を振り払う。しかし金子は再び覆いかぶさり、まだ君が死ぬには早すぎる。目を覚ませ京子。ざわついていた路線はいつの間にか再び静かになっていた。静かになっていたというか全員ドン引きだった。目を覚ませ、いつまで眠っているんだ京子。京子
目を覚ましたまえ。一段と金子が大きな声を上げ止まった。声が響き、そして異様な空気のまま全員が固まっていた。俺は恐る恐るお棺の母を見た。しかし変わった様子はない。なんてことを。そう言おうとした瞬間、俺のすぐ近くからバキッという音がした。おいてめえ、人が悲しみに暮れている時に一体何しやがる。それは今までずっとうつむき黙っていた父さんが金子を殴った。そして金子が起き上がり何か喋ろうとした瞬間、再び金子は地面に伏した。ふざけてんのかてめえは。やめてやめてじゃねえだろ。こんなはずじゃ。ごめんなさい。金子は弱々しく情けない声で許しを請う。しかしそれを合図に親族たちが一斉に金子に群がった。京子ちゃんの葬儀をぶち壊すなんて、こんな非常識な人見たこともないわ。この野郎、母さんに詫びろ。俺たちにも詫びろ。詫びろ。痛い。誰か助けて。やっと助けてくれた。とりあえず警察が来るまでここにいてください。警察でも何でも行くよ。ここよりも下。それからしばらくして葬儀社の人が止めに入ったが、少し様子を見ていたことから葬儀社の人も俺たちと同じ気持ちだったのだろう。痛い。ちゃんとパトカー乗りますから、触らないで。だったら早く歩きなさい。だって痛いんだもん。みんな俺を殴って、あの人たちを逮捕すべきでしょ。お前が葬儀をぶち壊したからだよ。その後金子という男は遺体虐待の罪で警察に逮捕された。本当散々だったわね。本当だよ。母さんはあの世で笑ってるんだろうな。まさか俺がそんなおかしな出来事に遭遇するなんて思わなかった。そして俺はこの体験談をひろひろ探偵団に送り動画化されることになった。母さんはなんて言うかな、ネタにするなって言うかな。ごめんな母さん。この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では、次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。